だヘディング最後はキャプテンヒロイン、アディショナルタイムでキャプテンのヒロイン0対1金沢、大きなセットプレーでの得点です。いやこれはねしぶとさが実りましたね、このゴールでヒロインよく下がりました。岡山もついてましたけどね、1ポイントで先に飛んでっていうことですよね。